いいですね。てな感じでまた1枚でも取って通しました。前にも行いましたシューティングチップなどを戻ってみましょうか。あまり取るものも多ないんで、一番家でコンディションがいいのは非常にいいんですけども、それ以外できることは少ないです。で、まあシューティングチップ例の覚えてらっしゃるでしょうか。まずショットには始まりがあって終わりがあるっていうやつで、まあ終わったらとりあえず、まずよくやるパットが空からのパンダウンですね。ちょうどまあ青空もいいですし、雲もいい感じなんで、これからゆっくりと下げてあげて、さっきのフレームでピタッと止める、ね、まあ止めは10秒ぐらいは、送ってあげればいいと思います。まあ、あと最近デジタルのカメラは、プリロールってのはいらないんで、頭はねあんまり長く回さなくてもいいかなっていう気がします。でまあお決まりのように左右のターンですね。こうやったらちょっとあんま下だとフレーム悪いんで、ちょっと上に上げてあげて、まあ人によってはこういうの道のねガードレールを入れてあげてもいいかもしれません。それでゆっくり振り込んで、この辺からちょっと斜め下にずらしてあげる。でさっきのフレーム目指してピタッという感じですね。まあこっちの左も逆で、これもねここまでやるかこの辺で止めるとか上とかねいろいろとあれとなんですけども、俺の場合はまあ普通にこんな感じですかね。でまあゆっくりこれも振ってあげて、さっきのあれでピタッとこういう感じですね。でまあズームなんですけど、まあ岩、あと切り取り絵としてはこういうね岩場の表情が1個切り取れますし、ちょっと下に言うと今ね見たら子供が遊んでる、こんなのはねやっぱり陰影も含めて結構いい絵になりますね。まあ白白ってのは白白で、あんまり珍しいとこなんでね、こういう真っ白の海ってのもたまにいいかもしれません。まあ珍しいっちゃ珍しいですよね。ただ荒れてるだけっちゃ荒れてるだけなのかもしれませんけども、まあねあまり普通はあんま白くないんで白いっちゅうのもね、大変だと思うんですけど、まあ皆さんボディボーにもなってなくてただ浮かんでるっていう感じですね。まあそれでじゃあまあただ浮かんでる、この白いところからフレーム決めてゆっくりズームアウトなんていうのもできると思います。あまりゆっくりすぎちゃうとね、最近ねオートズームは途中で止まっちゃったりするんですけども、まあそういうことがないようにピタッと、まあちょっとフレームが下手くそでこんなところで止めたかったんですけども、まあっていうような感じでもうちょっと時間ありますね。じゃあこっちの左の方の切り取り芝、ラビットアイでしたっけ、こういう芝がこれもね、これだけ単体でフレーム作ってもいいですし、でもやっぱり遠近感出すということになると手前に必ず舐める、まあ日本語だと舐めるっていう形なんですけど、舐めるものがあった方がいいかな、ね、あとはまあこういう海岸線をちょっと取ってあげるとかね。あと面白いのが今ズームしてる時に気づいたんですけど、この手前に草ね、こういうのちょっと入れると無機質じゃなくなるって言いましょうか、ちょっと優しいフレームになるって言いましょうか、これの方がこれだけよりはちょっと優しさを感じるというふうにまあ自分の方は思います。まあてな感じでお送りしてきました親父ハワイ百景ね、もう分かってる人は何十人もいっぱいいると思いますけども、今日の一番家タイトルの時間になりましたね。なんか今日は落ちずに機能が落ちて世の中分かんないもんなんですけども、今日の一番家これですね。
ナンバー38枚目の絵、ナンバー38枚って変ですけども、とりあえず38枚目の絵、マカプービーチです。アットカラニアナオレハイウェイ、まあ97番でしたっけ、ちょっと忘れましたね。あの海岸沿い走ってる道ですね。カラニアナオレハイウェイから撮ってます。ここは車もちゃんと止められて、あの夜中と朝は駐車禁止なんですけども、それ以外の時はちゃんと車も止められて、あのこの景色が見えますんで、皆さんもあのね写真撮ったりとかできますんで、どうぞやってみてください。てな感じでお送りしてきました、親父ハワイ百景。今日も時間となりました。いかがでしたでしょうかね。世の中面白いもんで、電波状況がいいとこで起こって悪いとこで落ちないなんていうのがよくあることなのかもしれません。やっぱり努力をしていけば報われるということでしょうか。ということで明日もまたどっかから、お送りしていきたいと思います。ちょっと海ばっかなんでね、あの海以外のところからそろそろ行かないと、ハワイの面白さは海だけかって言われちゃいますので、明日はどっからか海じゃないところからお送りします。では皆さんさようなら。